さあ皆さんこんにちは、青木玲です。今回はですね、実際こうテクニックを考えた時に体をどういうふうに動かしていくか、この体の軸のこと、体軸っていうふうに言ったりしますけれども、この体軸をどういうふうに僕が考えてるか、こんなお話をしてみたいと思います。まず体軸っていうと、まあ、足の裏から頭までをこうビーっていうふうにこう棒みたいなイメージをして、これをこう傾けていくことが体軸を傾ける、それがいわゆるこう内傾軸っていうふうに言ったりするかなと思うんですけれども、これ横乗りで左右非対称だから使える関節が全く変わってくるので、こっちのつま先側のトーサイドは今みたいに頭までで全体的に動くっていうようなことでいいかなと思うんですけれども、かかと側、このヒールサイド側はかかとに乗りながらこっち側に頭からっていうのはあまりにもバランスが悪すぎて、まあ非常におっかないっていうのもあるしね。それを考えると、ヒールサイド側は頭までじゃなくって、この腰をうまく利用することによって、まあお腹だったり股関節だったりをうまく利用することによってバランス取りながらこういう姿勢をとってるんじゃないかなと思います。そうすると、この傾いてくるものっていうのが、トーサイド側はここからここまででいいかなと思うんですけれども、ヒールサイドはここからここまでっていうふうに軸っていうものをイメージしてあげると、体をどういうふうに動かしてあげるとバランスがいい状態でうまくこの内傾軸っていうのをコントロールできるかっていうところにつながっていくかなと思います。なので僕はもうトーサイドは体全部頭まで、ヒールサイドは腰までを体軸っていうふうに左右で考え方を分けてテクニック考えるようにしてます。まあ、よかったらこの辺参考にして皆さんもぜひ上達してみてください。青木玲でした。